参りましたけれども、ここからの時間は街頭の皆さんと山添さん、田村さんのお二人がご一緒にお話をする街角トークの時間にしたいと思います。質問でもご意見でも手を挙げていただいておっしゃっていただけるようにしたいと思いますが、今日はこういう場に初めていらっしゃった保育園落ちたの私だのお母さんが初めて応援に駆けつけてくださったということで、もし一言あれば最初にお願いしたいと思いますが、ちょっと日陰にいらっしゃるようですけれども、こちらに出てきていただけますか。すいません、じゃマイクを持っていきます。保育園は、働きたいってお母さんのわがままで作られているものではありません。今日本国内で労働者が極端に少ない中、少しでもその労働力を確保しようって言って作っているものなんです。だから保育園に子育て世帯も、子育てを終えた世帯も独身世帯も関係ないんです。これから少子高齢化を支えていくために、立派な子ども、将来高額納税者を育てる子どもが必ず必要になるんです。そのために今よりも多くの予算を少しでもつけていただけるように、皆さん少し、力をお貸しください。よろしくお願いします。じゃあ他にも何人かの皆さんに一言ご質問とか今のようなご意見とかお願いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。はい、こんにちは。私は、2人の男の子を育てている、シングルマザーです。パートタイマーから離婚をした後、非正規から正規に変わって一生懸命働いて子育てをしてきました。しかし今の児童扶養手当の所得制限があまりにも普通の常識では考えられない低さで、私が一生懸命働いたがゆえに7000円だけオーバーをしてしまい、ある時から全て止まってしまいました。それから本当に大変で、今この子育てにもっと安心をの山添さんのパンフレットを読んだら、同じように児童手当以外に児童扶養手当の拡充も書いててくださいました。本当になぜこの私が離婚したのが悪いんでしょうか、それとも自己責任で言われちゃったら受け入れるしかないんでしょうか。逆に嫌な夫と別れずに苦しい思いをして生活して、子供と一緒に生活することではなく明るく生きたいと思った私はわがままだったんでしょうか。本当に児童扶養手当を拡充していただいて、女性が自立して安心して子育てできる社会を作ってほしいです。お願いします。ありがとうございます。先ほどね、本当に子どもたちは未来の担い手であって、そこにお金使うのが日本の社会を良くする道だ。その通りでね、安倍さんが公共事業をその8兆円に膨らませて景気は良くならないんですよ。だけど保育園を作るために、子どもたちのためにっていうことでお金を使えば、女性は仕事を辞めなくて済みます。育児休暇を1年で、ね、もう預けて働くことができれば、納める税金とか保険料も増えるわけですよ。給料その分増えますから。これもう好循環しか生まれないんです。保育園を作るっていうことをやれば、町場の建設業者の方にもお金がいく。で、保育園の給食作るときには商店街で食材買いますから、これ商店街にもいいことばっかりなんですね。ここを本当に強めていきたいというふうに思います。それと児童扶養手当、その通りです。これ母子世帯のお母さんは働いて自分で貧困から抜け出せっていうのが日本で、だからびっくりするんですけどね、先進国の中で働いても貧困率が解決しない、これ日本だけなんです。他の国は働けば劇的に解決します。こういう働いたら
収入増えたでしょう、じゃあ児童扶養手当減らしますよ、もっと働いてね、もっと働いてね、間違ってると思います。だってあの一人親なんですから、子供さんと接する時間が本来2倍ぐらい必要なんだと、8時間働かなくても大丈夫ですよというのが、私は児童扶養手当の意味であるはずだと思いますので、あの頑張って予算の拡充を求めていきたいと思います。ありがとうございました。あの保育を必要とする子どもに保育所に入る資格が、権利が認められています。保育を必要とする子どもというのは、親が仕事をしていたり病気だったり、保育に、まあ、かつては欠ける子どもというふうに書かれていた、保育を必要とする子どもに対して保育所を提供するというのは、子ども自身の学びと成長の機会を提供する、子どもの権利としての保育所だという位置づけをもっとはっきりすべきだと思います。ですから子どもの権利を保障する、そういう姿勢を持つのかどうか、その姿勢に立てば子どもの権利よりよく保障するにはどういう保育所が求められるのか、場所の面積の基準や保育士の配置基準を切り下げた保育所でいいはずがありません。ですから今求められているのは、きちんと子どもの発達の学びの成長の機会を保障できる保育所を作っていくということだと思います。それから児童扶養手当の問題については、あのヨーロッパなどでは一人親の場合に働かなくても子育てのために過ごしていけるように制度が作られている、つまり本来はシングルマザーで外で働きながら育てていくこと自体が大きな困難があるんだということを前提に、児童扶養手当の仕組みを考えるべきだと思います。ところが今働く女性の半分が非正規の仕事を余儀なくされる、そういう中では仕事をしても給料が安い、正規で働く6割の給料しか得られないという中での子育てということになる、二重三重の困難を押し付けているのが、この働く一人親家庭に対する今の仕組みだと思います。ですから児童扶養手当もちろん抜本的に拡充する、それから子育てをどの家庭でもしやすくするように児童手当も増やしていくということ、両面から必要なことだと思っています。ありがとうございます。じゃあ、あとお一人お二人ぐらいお願いしたいんですが、いかがでしょうか。あ、はい、ごめんなさい、ちょっとママさん、3人の子供を育てながら、保育士の仕事をしています。今一番下の子が0歳で、去年の9月に生まれて、今年の4月から保育園に預けまして、で仕事にも復帰したんですけれども、9月に出産になったので7月から産休に入ったんですけれども、まず産休に入るのに産休代替を見つけるのが本当に苦労して、で、見つからないので、私も休む期限は休みに入る日にちは決まっているのになかなか決まらなくて、すごく心苦しい思いもするし、またその私が抜けることによって大変な思いをする保育士がいて、でそこにしわ寄せが行くのはやっぱり保育園にして過ごす子どもたちになるかなって思うんです。で私の働いている保育園はもう一つ保育園を持っているんですけれども、もう一つの保育園の方でもやっぱり産休に入った人がいたんですけれども、やっぱり代替がなかなか見つからなくって、午前午後それの保育士さんを雇って2人で1人分1日働いてもらうっていう風に、なんとかやってるっていうような現状なんです。なのでもっと予算を増やしてもらって、やっぱりゆとりのある数の職員がいたらそういうことにもならないと思いますし、本当に保育士の仕事って大変だけどすごくやりがいがあって私は大好きな仕事なので、やっぱりそこをしっかり予算をつけてもらいたいですし、でも大変なので子供を守る責任も持っ
重たいので、そういう部分も政府の方にもしっかり汲み取ってもらって、政策をしっかりしてもらいたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。もう少し一方お願いします。暑い中お疲れ様です。病院で働く看護師なんですけれども、看護師は、9割以上が女性の職場で、結婚だけじゃなくてやっぱり子供ができたり、子供がまあ小さいっていうだけで、続けられなくなってしまうような職場なんですが、やっぱり子供を育てながらでも働き続けてもらわないと、今医療現場では看護師も医者もですがとても不足しています。どうしたら医療現場の女性がとても多い職場で子供を育てながらでもみんな辞めずに働き続けられるでしょうか。男性と申し訳ありません。保育士の資格は持ってないんですけども、幼稚園の教育免許持ってまして、その立場から言いますと、男性の保育士、幼稚園教員のほとんどが、今、司法の寿退職、結婚と同時に辞めてますね。専業主婦、夫の方の主婦になるためじゃなくて、この仕事を続けても家族を養えないということで、男性の保育士、幼稚園教員のほとんどが、結婚と同時に辞めていると。今でこそ男性で保育士、幼稚園持ってますけども、持ってる人増えてるんだけど、せっかく希望に持った職業を家族を養うためにやめなければいけないっていうのはおかしいと思うんでね、女性ならいいのかって言ったらそういうこともないんですけども、男性保育士幼稚園っていうのが最後まで違うようにお願いしたいなと思うことと、もう一点小泉さんにこう公立保育園がどんどん悪かった話ありましたけども、結構公立の中で医師の身売りですよね。完全に民間委託、お金を民間企業に預けて安価して経営してくださいと、お金だけ預けて完全に民間委託してやってる実態がいっぱいありまして、うちのところもそうなんですけども、そうすると保育士の身分があなた市の職員でいたかったら市の事務員に移ってくださいと、保育士の仕事をしたらやりたければそっちの民間施設に行ってくださいと、そう収入が相当ダウンになるという方がいるんで、民間委託しちゃった保育園を今後どうやってさせていったらいいとお考えか、そこをお願いします。以上お願いします。それじゃあ最後にご質問いただいた男性 の、 その働いて保育士として働く、あるいは幼児教員として働いている人が辞めなくて済むように、まあやっぱりそれはもともと保育の現場で働いている人たちの待遇がそれだけ家族を持って暮らしていくだけのものでなっていないということが根本的な原因ですよね。そして民間に行けっていう話もさっき出てきましたけども、民間に行けばもっと待遇は悪くなるわけですよね。その保育の現場で保育園を民営委託、民間委託、あるいは民営化株式会社にしていく、そうするとこの企業で企業率の保育所では利益を上げるためにどうするかと考えると、そうするともともと保育というのは利益を生むような産業ではないわけですから、そこの中で稼ぎを上げようと思えば結局人件費を削って安い労働力でポケ使ってそこから水揚げをしていくということしかなくなるわけです。ですからもともとこの保育の現場というものを民間にやらせるということ自体が間違いだったんだと思います。働き、そして暮らしていけるだけの給与を保障する、そのことを民間任せにせずに公的にそれを担保していくっていう仕組みが必要です。やっぱり民間保育所を作り、そして国がきちんと保育士の待遇を守らせていく、そういう仕組みを徹底していくことが必要だと思います。はい、看護師さんのお話がありましたので、私小児科医としても、そして病院で仕事をしてきた医師としてもちょっとお答えしたいんですが、看護師さんの配置基準自体が本当に低く抑えられています。看護師さんの仕事はもう本当に増える一方、そういう中で看護師さんの基準が低く抑えられていて、病院に入ってくる診療報酬もずっと低く抑えられてきていますので、そういう中で看護師さんの仕事本当に大変です。でただでさえもうお休みがなく、みんながフルで出てきている状況でも本当に大変、そ
そういう中で子供が熱を出して休むっていうと、もう職場はもう大混乱ですよね。でそれで、みんながじゃあ今日どうするって言って一生懸命補い合ってやってますけど、休む方のお母さんも看護師さんも本当に苦しい中で休んでいると、もうこういうもともと本当に厳しい状況を作ってきたのがやっぱりこの間の政府のやり方だと思うんですね。だからもっと余裕を持って患者さんの話をゆっくり聞くとかして、1人ぐらいお休みになっても十分できるようなそういう環境を作っていくっていうのが政治の責任だというふうに思いますし、それからもう一つは病児保育と病後児保育を本気で充実させないといけないと思います。子供さんは小さい子は特に熱出すんですよ、もうそういうものなんで、それを前提にして子供が熱を出しても、もちろん重い病気になったらお母さんお休みして、大丈夫なように配置もしなきゃいけないけども、ちょっと熱を出して元気だという場合には病児保育に預けられる、そういう状況を本気で作っていかないと、今病院だとか企業だとかがそういう環境を作ろうと思うと本当に大変で、もう全然採算が合わないので、頑張ってやってたところも撤退しているところがあります。病児保育、病後児保育もしっかり国の責任で充実をさせていく、このことも合わせてやらなきゃいけないというふうに思います。今打ち合わせなしでどんな質問が来るかもわからないまま飽きた質問を3人で分担をしました。すごいチームワークでしょ。これが日本共産党だなというふうに思いますけれども、産休代替も取れないんだ、これ病気で休む時なんかもそうだと思いますね。どうするんだと、この足りなくなった人手をというのが保育士さんの職場でも本当に深刻だと思います。で私ね思うんですね、待機児童の問題がねこんなに深刻になる前は、保育園は地域のいわば主婦の方の支援もしようよと、保育の相談をやったりとかね、一日保育体験やったりとか離乳食体験やったりとか、こういうこともやろうよってこと言われてきたんですね。でそれにふさわしい人をやっぱ配置すべきなんですよ。でやっぱ私ね自治体がそういう一定の保育士確保しておくってことも必要じゃないかと思いますね。普段は子育てアドバイザー、何かあった時にこう保育士さんいますよと、手当てできますよっていうような人材の確保もやると、ここまでやってこそ自治体のこの保育の責任が果たせるってことだと思います。日本共産党は地方議会にも本当に大活躍してる議員がいっぱいいます。常に国政と地方議会結んで子育て政策を充実させようと頑張っています。どうかねこの日本共産党伸ばしていただいて、どこの地域でも安心して子育てができるというこういう日本の社会を作っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと名残惜しいんですけれども、これで街角トークは終わりにしたいと思います。最後に